おはようございます、ヤギちゃんです。今私は中部山岳国立公園北アルプスの5泊6日の縦走中2日目です。昨日は降り立てから入ってあっちの薬師峠キャンプ場でテント泊をしました。今日はここから7時間半歩いて黒部五郎岳に向かいます。暑いよ。歩き始めて15分ぐらい、まず太郎山に登るんですが、めっちゃ綺麗、すごい。昨日雷と雷雨やばかったんだけど、その昨日の雨が嘘かのようにめちゃくちゃ綺麗に晴れてます。すごい。言うて今日7時間半から8時間ぐらいの行程なので、ちょっとガンガン進みます。よいしょ。で、熊野平への道と黒部五郎への道と薬師岳への道が分かれてます。いい木道でございました。30分ぐらいで、ここから登りに入ります。やばい。とりあえず1個目のピーク、あそこまで行くぞ。このガレガレ道をよいしょ、ちょっとずつ登っていきます。歩き始めて1時間半ぐらい経ちました。さっきまでずっと日傘さしてたんですけど、若干こんな感じで雲がかけてきたので、だいぶ涼しくなりました。で、あそこにライチョウの親子がいます。かわいい。1、2、3、4、5、全部で5羽、ライチョウのお母さんとヒナ4羽がいます。めっちゃかわいいね。ほー、クークー言ってる。ほー、かわいい。クークークー、あんなちっちゃい赤ちゃん見たの初めてで、めちゃくちゃかわいいです。で、あと6時間ぐらいまだコースタイム残ってるので、せっかく涼しくなったので、これをチャンスにどんどん進みます。まだまだ。あ、1個目のピーク着きました。歩き始めて2時間、頑張った。まだまだ先は長いけど、一旦1個目のピークです。下のまただけ着きました。2300m くらいから見えません。頑張った。まだまだあと4時間、ちょっと一旦ここで休憩をしましょう。よいしょ。あ、ギリいける。休憩。今日自撮り棒忘れちゃったから地面に置いてるので
なんかこんな感じになります。朝作っておいた生姜ネギのりご飯とてっちゃんこの粒あんマーガリンです。ネギ生姜ご飯、うん、薬味がしみる。ご飯食べてかなり元気出ました。黒部五郎岳山頂小山ではあと4時間です。今2時間も歩いたのにあと4時間もある。ということで、ちょっと時間を押していてどんどん歩かないとつかないので頑張ります。日出てないけど、日出てない、真っ白。さっきまでの絶景は真っ白になってしまいました。でも暑くなくてありがたい。どんどん進みます。テコテコ赤城岳です。1622メートル気を引き締めて黒部五郎岳の登り頑張れ。この付近ライチョウ多いとのこと。登山道が岩岩に変わってきました。そしてガスって何にも見えません。山アップの地図が頼りです。気をつけてゆっくり行こう。横もったいない、何も見えん。黒部五郎岳はあの辺です。こっからあと、あ、チーズだ。 1、2、3、3秒ルール。こっからあと1時間登ったら黒部五郎岳の山頂にたどり着きます。ガスガスでございますが一応行くだけ行こうと思います。行動食チーズ、うん、すごい今ね太郎平から小屋から登って降りて登って降りて登って降りてぐらい、登って降りてがめっちゃ多いです。ふん、大変。昨日雷やばかったから早くここ通り過ぎないと、万が一で危ない気がする、はあ、やばい、雨降ってきた。昨日豪雨やばかったよ、やばかったよ、やばいよ。雨降ってきましたがこれで行こうと思います。山頂まであと多分20分ぐらい、頑張る。ここは黒部五郎の肩です。こっから黒部五郎山頂まで往復で30分ぐらいかかります。ただあっちもこっちもそっちもめっちゃ雷ゴロゴロ鳴ってて、雨も降っております。こんな感じなのよ。はい、ちなみに黒部五郎岳は
あそこです。いやめっちゃゴロゴロ鳴ってる、やばい。もうね全部真っ白で全然見えないの。なのでちょっと、まあ、せっかく来たからどうしても行きたい気持ちはあるけど、やっぱここは安全をとって小屋に向かいます。あと1時間40分めっちゃ真っ白で全然周りが見えません。雨も降ってきて、昨日もこれくらいポツポツ来て3、40分後にはガーってねめっちゃ降ったから、小屋まで間に合うかわからないけど、一旦ダッシュで小屋に向かいます。ちょっとだけこのカールの中に入ったので少し安心です。でもさっき向こう側めっちゃゴロゴロ行ってる時にピカって光った瞬間、静電気パチってきてってなりました。めっちゃ音も大きいし超怖かった。もうやだ、早く行く。下って登って、下って登って、あ、見えた赤い小屋。わーわーい、はー、かわいい小屋が見えました。しんどかった。歩き始めて7時間20分もうちょい、もうちょい。黒部五郎小屋着きました。歩き始めて7時間半頑張りました。そしたら小屋の受付をしてご飯の前にテントを張ります。我が家を建てるぞ。キャンプステージ、クロペゴロウダケのテント場です。入ら入ら入ら、あー頑張った。今日は少しストレッチをしてからテントに入ろうと思います。プロテイン、食前のプロテイン。夕飯です。夕飯はご飯と畑のカレー、豚汁、デザートはシークワーサー。湯を沸かす。これでご飯戻します。ライスができます。カレーライス待ちます。スープカレー定食です。美味しそう。具だくさん具だくさん。
元気出る。これはナス。お野菜いっぱい、いただきます。おいしい、めっちゃおいしい。わ、ほうれん草すごい、見て、緑のお野菜も入ってる。ほうれん草全然見えないね。おいしい、ナス食べたい。ナス、本当だったら3時までに小屋に着いて、あの黒部五郎小屋でご飯を食べる予定だったの。軽食が3時までだから全然間に合わなかった。黒部五郎だけも登れなかったし、めっちゃ絶景みたいな絶景とかも全然なかったんだけど、7時間半歩いてすごい山の中にいる感じがしてとっても楽しかったです。今食べてるのはこの畑のカレーです。めっちゃおすすめ。はあ、落ち着いた。若干空が晴れてきて綺麗です。めっちゃ綺麗です。これらの裏からお手洗いと水場に行きます。ここテント場に戻ります。はい、7時です。今日メイク落としをして、今日はたくさん歩いたのでバックをしています。なんか暗くてさ、こんなんだとさ、お化けみたいだよね。ほほ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 。ちょっとね、メラノ CC が出してるビタミン C を浸透させるやつで、ちょっと日焼けをなかったことにしようとしております。今夜中の、夜中じゃないね、夜の8時17分です。はあ、体も全部拭いて新しい服に着替えてかなりすっきりしました。今日は頑張ってたくさん歩いたからもう寝ます。はあ、黒部五郎だけ登りたかったな。そしたら明日雲の平に向かって、その後高間ヶ原温泉っていう奥地の温泉に行くので、今日も寝ます。おやすみなさい。おはようございます、ゆりちゃんです。明るい。5時7分。今日は昨日の反省を生かして6時出発の予定なので早く準備します。うにーうにーうにー。4時ぐらいに出発してる人もいそうな感じ。2日目の朝ごはんもグラノーラ、牛ミルク、蜂蜜。よいしょ。よいしょ。あ、やばい。寒いから蜂蜜が硬い。何かな。寒いから温かいお茶を飲みます。
黒部五郎部屋です。ちょっとだけスタンプをさせてもらおう。裏から三ツ俣方面に向かいます。よく寝て体元気。めっちゃキュート。はい、3日目スタートしました。まだね、日が昇りきってないので日が当たってなくてちょっと肌寒い感じがします。12、3度です。で、黒部五郎小屋の後ろの道を通って三ツ俣方面に向かっております。黒部五郎のカールがあっちにめちゃくちゃ綺麗に見えるんだけど、黒部五郎小屋まで標高がね300メートルか400メートルぐらいねガッて下がったので、一旦そこから上まで1時間半ぐらい、標高300メートルぐらい上がります。結構岩場でこんな感じで段差も大きくて木の根と岩がゴロゴロ入っているような感じなので、かなりいきなり疲れそうな感じですが登っていきます。黒部五郎のカールが綺麗に見える。あれが黒部五郎岳だね、きっと。あ、日が昇ってきた。綺麗。めっちゃ開けました。黒部五郎岳、あの奥に見えるの何かな、岐阜の方、白山、そんな遠くないか。で、笠ヶ岳もめっちゃ綺麗に見えます。すごい、めっちゃ綺麗。見て見て、めっちゃ天気いいの。あそこの縦走路歩きます。三ツ俣、あっち。まだ登る。はい、岩場通り抜けて三ツ俣蓮華岳と三ツ俣山荘の分岐にたどり着きました。ここ本当は行かずに巻いてすぐに三ツ俣山荘を向かおうと思ったんだけど、昨日黒部五郎岳登頂できてないので今日は、三ツ俣蓮華岳登っていきます。向こうに向かうと三ツ俣の巻き道、右に曲がって、三ツ俣蓮華岳の山頂を目指します。20分ぐらい登って開けました。すごーい、表銀座すごい、槍ヶ岳も見えます。めっちゃ綺麗。
とりあえずあと2分ぐらいで山頂だから山頂を向かいます。すごいよ、めっちゃ綺麗、やばい。着きました、三ツ俣蓮華岳2841メートル。すごい、360度見えます、やば。めっちゃ綺麗、すごいね、すごいよ。この向こうの折り立てから入って太郎平でキャンプして薬師見えて、そこからぐーっと行ってあの辺で雷やばくて、でそこから降りて登ってここまで来ました。あ、ここが三角点じゃん。タッチありがとうございます。よし、三ツ俣蓮華岳から槍が見えます。そこから穂高連峰槍ヶ岳ぐーって行って、お天照つばくろも見えますね。今から行くのが三ツ俣山荘で鷲羽岳で水晶、で今日行くのがそこの雲の平山荘。3日目にしてやっと絶景をお届けすることができました。よかった、これで真っ白だったらね、多分20分ぐらい行ってるんじゃない。その今まで見てくれた方どうしようと思いましたが、よかったです。そしたらこの後下って三ツ俣山荘でジビエを食べます。ジビエ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 、うん、めっちゃ綺麗、贅沢、晴れてよかった、やっほー。もうちょっとでくんじゃないかしら。着いた、かわいい、4年ぐらい前に1回来たんだけど、その時はジビエのシチューを食べて、今日はなんかお昼ご飯でジビエが食べれたらいいな。着いた、8時半から16時までお昼ご飯やってます。いいね、ジビエ丼1600円です。いただきます。ドライフーズではないお米が食べれるのありがたし、しかも紅生姜も乗っています。ドキ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 、うまいうまい、うーん、玉ねぎがしみしみでめちゃくちゃ美味しいです。ちなみにこのジビエ丼、ニホンジカの高山植物の被害を食い止めるためにみんなで食べようということで三ツ俣山荘昔から出すようになったそうです。みんなの山をみんなで守るんですね。最後までご視聴ありがとうございました。今日は動画の最後にお知らせがあります。またね。ここからぐるっと回って日本最奥地の高間ヶ原温泉に宿泊します。ゴー、湯の花がすごい。皆さんいつもありがとうございます。ヤギちゃんがデザインした
山の手ぬぐいや T シャツやキーホルダーができました。長野県公式の山のグレーディングカタログも無料でプレゼントしちゃいます。気になる方は概要欄チェックしてみてね。バイバーイ。